こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ヒゲダンディズムの、ファーストアルバムの1曲目に入っている、イエスタデイズという曲を、解説していきたいと思います。一番最初の、4小節のところはお休み でバストラで入ってきます。で、まあ、A の頭で抜けちゃう感じですね。で、A2 のところはですね、バスドラで、ワン、ツー、スリー、なんか、まあ、リムショットなのか、そんな音が入ってまして、で、A2 のところが、で、6小節目の終わり、6、2、3、で、まあ、こういう、その後、休符にして頭を叩きたくないときは、最後、アクセントつけるのがポイントですね。で、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、ハーフに行くので、まあ、ハイハットのオープンで入って、で、ハイハットのオープンが2個にしたり1個にしたとか結構凝ってますね。ここら辺、まあ全部ハイハットのオープンはなしでも全然いいと思いますし、ハーフのパターンの定番は、それでも全然構わないと思いますね。こっちの方がやりやすいと思います。裏裏のバスドラムよりもいいと思いますが、もちろんできる方はこの譜面通りやっていただければと。サビは裏オープンで、クラッシュが結構後半盛り上がるために入れるんですが、戻ってきて、この感じすごくよく使ってますね。裏にもう力強い感じが出ると思います。ここはクラッシュの位置書いておきましたんで、追ってもらってもいいし、別になくても全然平気かなと思います。で、ここで、1カッコ入ります。1カッコは、まあ、ここ打ち込みになってるんでにしてもらって、で、2回目のこう2番の A はハイハットの裏強調してます、ね、で、 A2 に行くとここなんかスプラッシュみたいな、シャーンみたいな、まあちょっとなんかこう効果音、後で入れたっぽい効果音なんですけど、この辺入ってるんですが、まあ、この、ここは一応取っときましたが、これはもう全部無視しても構わないですね。で、6小節目のところのジャーンジャーンジャーンのとこは、クラッシュで合わせてあげる。コードがこう、一拍ずつ動くところは合わせてあげる。で、と、またさっきの B の。で、B は2回目の B は短くて、で、で、リピートします。リピートしたらサビは全く一緒ですね。次2カッコ入ったら、ここはインタリュードです。まあ、サビと同じような雰囲気ですが、というふうに入れたり、出たりとか、あと、じゃんじゃんじゃん合わせるときに、ところをやってますね。で、 C ドロップですね。C ドロップっていうのは僕らよく使うんですけど、サビの部分でドラムたちが消えてしまって、そうすると音が落ちた感じがするのでドロップと言います。で、ドロップして、で、また、今度はなんかね、時計みたいな音がカチカチっていう音が入ってるんですが、まあ、ハイハットの頭のこの音じゃないかなと。で、4小節したらバストラが入ってる。で、まあ、こんな感じで決めてもらえば、鋭くしたかったら入る、まだ低音聞かせたかったらこっちって感じですかね。で、あとはサビはずっと繰り返して一緒で、フィルインがまあちょっと違ってますが、まあ引っ掛け入れたりとか、が入ってたりとかしますが、まあここら辺はもう譜面読んでもらえばいいですが、欄外に書いたやつは
まあ、バスラ踏みながらなんだというフレーズに聞こえましたね。でエンディングはその後抜けたらハイフに行って突然、裏で止めるという感じでございました。なのでここら辺は、譜面を見てもらえば分かるかなと思いましたが、これ今多分流行るかなと思って譜面欲しい人もいるんじゃないかなと思いまして、メルマガ登録していただけるとダウンロードできるようにしておきますので、メルマガ登録の方よろしくお願いします。というわけで、この曲やっぱりかっこいいですね。ヒゲダンの彼は声がねかっこよすぎて、なんかこう痺れる感じするんですよね。非常にいいと思います。というわけでヒゲダンディズムのイエスタデイズ、今日はお送りしました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。